発泡スチロールカッター作ってみた。まずは塩ビパイプを準備し、パイプカッターで3本にカットします。次に、ボール盤を使って、塩ビパイプに穴を開けていきましょう。次に、コンセントプラグを準備し、ケーブルを取り付けます。切り出した長めの、塩ビパイプの穴にケーブルを通したら、スイッチを取り付けましょう。塩ビパイプの両端に、L 字継ぎ手を取り付け、短いパイプをジョイントし、アイボルトを取り付けます。最後に、アイボルトとアイボルトの間に、ニクロム線を這わせたら完成です。米印直接コンセントに刺さないでください。スライダックスにコンセントプラグを刺し、8から9ボルトで発泡スチロールを切ってみましょう。発泡スチロールなら日清化成工業の提供でお送りしました。